皆さんこんにちは。今日もノンの夢の中をお楽しみくださいね。これからお着替えをする前のクシクシタイムですよ。クシクシされると気持ちいいからずっとやっててほしいな。パパもね、脳をクシクシってしてると癒されるんだよ。だからお互い様だよ。いいかな。だからずっとお利口さんにクシクシされててね。クシクシが終わったら今度は赤いお洋服にお着替えだからね。この日は雪だったので抱っこして車に乗せてあげました。ママを送って行った後、いつもだとお庭でね、いっぱい遊ぶんだけど、今日は雪が降ってるんだよね。のん、大丈夫、いっぱい遊べるかな。わいわい、なんかいつもと違って白いのがいっぱいある。足の裏が少し冷たいな。でももうちょっと遊びたいよ。くんくん。いいよ。いっぱいお外に足跡つけて遊ぶんだもん。パパ、もっと足跡つけていいの？いっぱいつけて大丈夫？足跡ね、いっぱいつけて。できればね、雪かきのお手伝いもしてほしいんだけどな。そこまでのんはできないか。でもね、足跡ちょっとかわいいぞ。パパ、この前の UFO がいたかも。あれはね、白鳥さんって言うんだよ。覚えておいてね。お友達だからね。今回は医療費とトリミングにかかる1年間の費用を紹介します。狂犬病のワクチン3,020円、フィラリア飲み薬5,500円、混合ワクチン6,500円、検診を2回受けておりまして、1回5,000円かける2で1万円です。あとは必要に応じて目と耳の治療を1万円ずつ出したりすることもあります。トリミングは1回6600円かける年6回の39,600円。いろいろお金ってかかるものですね。最後は結局自分の場所にピョンってしておしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。